動画をご覧いただきありがとうございます。本動画では岩井コスモ証券のネット取引、略してコスモネットレの IPO の申し込み方法と当選までの流れをご紹介いたします。皆さん、 IPO ってご存知でしょうか？英語のイニシャル、最初のパブリック、公開の、オファリング、売り物の、頭文字を取って IPO、 日本語だと新規公開のことです。未上場の企業が株式を金融商品取引所に新規上場し、証券会社を通じて誰でも売買できるようにすることです。公開と同時に大株主などの既存の株主が保有している株式を売り出したり、新たに株式を発行・公募して投資家へ配分することが行われます。皆様の身近な企業も IPO を経て上場しています。 NTT、JR 各社、JT、郵政3社などは国有の会社が民営化により IPO を行い、株式が売り出されたり、ソフトバンク、ファーストリテイリングなど、今や日本を代表する企業も、それぞれ1994年7月、1997年4月に上場しております。2020年、東京証券取引所の市場一部、二部、マザーズ、ジャスダックの4市場に何銘柄の新規上場があったかご存知でしょうか？92社です。このグラフのように毎年新しい会社が上場しております。2021年の新規上場者数は12月15日時点において上場予定を含め123社となっています。IPO の公開価格はブックビルディング方式で決定されます。ブックは需要、ビルディングは積み上げ、つまり需要積み上げ方式を意味し、投資家のいくらでどのくらい欲しいかという需要状況によって公開価格が決定されます。上場したい企業はまず上場のお世話をする幹事証券などを決め、取引所に上場申請を行います。上場するための審査などが行われ、取引所が上場を承認すると上場までのスケジュールが決定されます。公開価格が決定される最初のプロセスが仮条件の決定です。幹事証券が機関投資家などの意見をもとにどのくらいの公開価格が適正かを決定します。仮条件が決定されると、投資家は仮条件の範囲において、いくらで何株買いたいかの需要申告をします。この需要申告が先ほどご説明したブックビルディングです。公開価格はブックビルディングの状況を受けて決定されます。私ども岩井コスモ証券では、複数の新規上場銘柄の引き受けをさせていただいております。これから投資を始める方も、IPO はいつもやってるという方も、ぜひお口座開設いただき、IPO のお申し込みに参加してください。はじめに、私どもでの IPO の申し込みに関わる手続きについてご説明させていただきます。手順としては、ステップ1、ブックビルディング申し込み。ステップ2、購入申し込み。ステップ3、抽選の3ステップです。お客様はステップの1と2、ブックビルディング申し込みと購入申し込みの両方の申し込みが必要ですのでご注意ください。なお、ステップ1のブックビルディング申し込みの段階では購入資金の必要はございません。購入資金はステップ2の購入申し込みを行う段階で必要になります。ではここからブックビルディング申し込み方法についてご案内いたします。当社ホームページにログインし、まず現物 IPO をクリック、次に IPO の需要申告参加をクリックすると、
新規上場銘柄の公募売出し一覧が表示されます。お申し込みされたい銘柄の目論見書をクリックします。目論見書など確認が必要なドキュメントの一覧が表示されますので、ドキュメントのタイトルをクリックします。目論見書などのドキュメントが表示されますので、内容を確認してください。確認したドキュメントは閲覧済みに変化します。その他の未読のドキュメントについても同様に確認作業を行ってください。すべてのドキュメントの確認が終わりましたら、閉じるをクリックしてください。画面を閉じると元の画面に戻りますので、今度は需要申告をクリック、数量と価格をお選びいただく画面に切り替わります。お申し込みの上限は10単位です。条件をご入力の上、取引暗証番号を入力後、注文確認ボタンを押してください。注文確認画面が表示されますので、注文内容をご確認の上、注文実行をクリックすると、ブックビルディングの申し込みは完了です。次に購入申し込みです。ブックビルディングで申し込みした価格が決定された公開価格以上であった場合、購入申し込みに進むことができます。購入申し込みを行う場合は、ログイン後のトップページの現物 IPO、 IPO、 申告取り消し、購入申し込み一覧から購入申し込み受付期間内に、画面右の操作欄に購入申し込みボタンが表示されますので、クリックしてお申し込みください。お申し込みの際のご注意を3点申し上げます。1点目、当社の購入申し込み受付期間は発行会社の申し込み期間の1日前の午前10時半までとなります。2点目、お申し込み可能な株数は MRF かお預かり金の範囲内となります。3点目、ブックビルディングの申し込みでは10単位申し込みしたけれど、購入申し込みでは5単位に減らしたいなど、申し込み単位を減らすことは可能ですが、数量を増やすことはできません。以上3点ご注意くださいませ。画面操作のご案内に戻ります。購入申し込み画面では、購入申し込み数量を入力し、口座種別をクリックし、暗証番号を入れ、注文確認ボタンを押してください。注文確認画面が表示されますので、注文内容をご確認の上、注文実行ボタンをクリックすると、申し込みは完了です。最後に抽選についてお話しいたします。先にお話ししたブックビルディングの申し込み、購入申し込みの手続き後、抽選がされますが、ご当選された場合は自動的にお買い付けがされます。購入申し込み最終日13時以降、 IPO 申告取り消し、購入申し込み一覧画面に当選落選の結果が表示されます。またログイン後のトップページの右下、注文約定状況にもお知らせされますので、合わせてご確認くださいませ。抽選ルールについてお話しいたします。ブックビルディングの参加者が公開価格以上の価格で需要申告した投資家が多い場合は、各引き受け会社ごとの一定のルールに沿った抽選が行われます。コスモネットレでは、岩井コスモ証券が個人のお客様に配分する数量のうち 10% 分を完全抽選による配分を行っております。以上をもちまして、コスモネットレのIPO の申し込み手順の解説を終了いたします。動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。